お食事処松岡。さて、今日も始めるとするか。お通し。これがな、何回やってもうまくいかないんだ。今日は、あれ、そうだ、業者に何も言わなかった。これ甘いのかな、甘くないのかな。寝れば寝るほど。これあんま絡めたくないんだよ。イカの叫び声が聞こえる。お食事処松岡二の皿ピーナッツバターへバージョン2、いただきます。うん。あれ、やりすぎて味覚おかしくなってんのかな。なんか美味しい。美味しい。なんで？しかも、ピーナッツバターが甘い。うん。あ、すみません皆さん、ご紹介が遅れました。すごい絡まる。すごい挟まった。すみません、なんか、皆さん久しぶり。お食事処松岡二の皿でございます。お食事処松岡二の皿、店主の松岡義嗣です。いやー、久々ですね。もう一年ぶりぐらいですか。いやー、思えば思い起こせばいろいろなことがありましたね。いやー、まさか本当に二の皿、まあ相馬の方もそうなんですけど、まさか二の皿をやらせていただけるなんて、僕は本当に、幸せ者ですよ。はい、よかった。よかった。待つなら触れよ。すいませんでした。待つなら、はとか言えばいいじゃん。はっ、ああ、今の編集点ねえぞ。一週間ほど張り付いてずっと見させてもらってたよ。そんなに？うん、お前がイカを仕入れるところとか、え？ピーナッツバターを間違えて甘いもの発注するところとか。な、だと。そしてそれが誤算に意外に うまくてビビってる姿とか、全部見させてもらいましたよ。はい。どうもこんにちは、三馬坂そば役でお世話になります、シグマセブンの安本博樹です。よろしくお願いします。遊びに来たよ。はっ、どうぞ。で、何をするんだい今日。僕がここに来たものの、まあ今回、お食事処松岡、二の皿ということでですね。前やってたんだね。はい、そうなんです。なるほどなるほど、はい、やらせていただいたんですけど、うん、今回はですね、まあお客様に、うん、お客様の、まあ今まではお客様の好きなものとか何かこう作ってほしいものということで、マジでマジなやつだったんだ。はい、やらせていただいていたんですが、うん、今回はですね、ちょっと安本さんが来られるということで、うん、あの僕の方からちょっとおもてなしをさせていただけたらなと思います。すげえ嬉しい。地味にそれ何年も味わってない感覚だ。どんだけですか。掘り下げると泣きそうになるからちょっとあんま言わないけど。もう累積に来ちゃっていいですか。ああ、まずお座りください。ああ、ここ お席でいいのか、はい、すげえ。お箸とかもちゃんとそれになってる。そうグッズがクソ、ね、宣伝です。はい、お上がりよっていう感じで座りました。はい、まあ今回ですね、うん、あのこう安本さんに振る舞いたい、うん、何を、あ、もう何が決まっているんだよね。何なんだ。そうなんでございます、うん、今回はですね、なんとまあ復帰第1回目ということで、うんうんうん、腕ならしに松岡流進化系スベバーグ弁当、ヤドンさんにご提供して。お、え、自分でこれはマジで作ってるやつなの。はい。へえ、すげえ。そうとおりです。な
どうしたの、疲れてるのかな。逆にフルスロットルすぎてよく分かんなくなったのかな。ちょっと久々で、なるほど、ブレーキとアクセルの自分がどこにアジャストしてるか分かんなくなっちゃう。すいません。ではこう楽しみに待っててよと。分かりました、楽しみに待ちたいと思います。